3月7日にリリースのウィンズのニューアルバム、ジャーニーからクレイジーフォーユーをお送りしました。まあ、今回のアルバムはヒットシングルが、なんか、きっしり入ってるという、はい、感じになってますけど、でもこれ、通しで聞くと、はい、すごい曲の幅がやっぱりもうどんどん以前より広がっていってますよね、なんかね。そうですね。振れ幅が。改めて聞いてどうですか、まあ、シングルってもちろん前にも何度もね、聞いてるわけでしょうけど、はい、通しで聞いてみて。まあ、やっぱりウィンズらしいというか、本当にダンスナンバーからバラードから、J-POP から、すごい、また幅広く入ったアルバムになったなと思いますね。今回タイトルがまあ旅というか。そうです。はい。ジャーニー。ジャーニー。なんでこういうタイトルになったんですか、今回って。タイトルは、今、たくさん来てるお客さんの手振ったりとかして、ね、そうですね。まあ、それも大事ですけど。タイトルはですね、去年はサンクスという年に、したくて、5周年だったんですけれども、今年はそういう年を経過してきて、また新たな一歩を踏み出したいという思いで、ジャーニー旅立ちという、メッセージと、あとは海外とか、アジア方面にもうちょっとなんか頑張っていけたらなっていうか。急に腰が低いですよ、ね、いただけたらこれはもう嬉しいと、みたいな。だってまあ、行くんですよね、海外ね。行きますよ。そう、13日に、はい。もうすぐですよね、これ。そうですね。どこ行くんですか？北京です。北京の展覧館会、劇場というところで、はい、日中スーパーライブイン北京。はい、はい。で、これどういった感じのライブになるんですか、これ。まあ、友好を中国の方と深めるっていう形で。じゃあ、向こうのアーティストも、はい、出て。日本からも、他にも。今まで行った国が、まあ、韓国、台湾。台湾で歌ったりとか。あと、上海は行ったことある。上海。はい、でも、多分、上海と北京って雰囲気違うのかな、結構、ね。どうなんですかね。ね。聞いたことないんですけど。じゃあ、ちゃんと中国語で、こう、挨拶とか。はい。ダジャハオ。ダジャハオ。ダジャハオ。ウィース。ウィー。今、オイスって言ってる。オイス。それより今、僕は、カメさんが、ウィーって言うのは、全然。僕はウィーなの。すいません。ボケボケのラインをやめてください。すいません。中国のお客さん、どんな感じなんですかね、その上海でやった雰囲気。いやー、どうも、また結構前なんで、5年ぐらい前なんで。じゃあ、今と全、その、温度差も多分あるでしょうね、5年前の雰囲気と今の雰囲気はね。なんかじゃあ、ますますじゃあ、こういうことも、積極的により、やっていきたい。そういう、まあ、思いを込めて、ジャーニーでございます。ジャーニーでございます。で、さらに、これ21日には、全シングルのサビを、つなげた、リミックスシングルです。はい。メガミックス。これです。これか。初めて聞いた。懐かしいね。声が若えみたいな、これ。こんな時期もある。こっから、だいたい20分で今まで来れますからね。6年前が20分で。ウィンズの歴史が聞けちゃう。成長アルバムですね。みんなの進化が6年間が一気に20分で。はい、そう。これも聞いてみても自分たちの昔から聞いてどう？いや、もう恥ずかしいですよ。なんでいいじゃん、別に。映像とかやっぱ見るともっと恥ずかしいです。あ、そうですか。お互いに見て、自分はほら、例えばよくわかるじゃないですか。他の二人見てどう思った？なんか。どう変わりました？若いなって感じですね。やっぱみんな若かったです。同じ時間をね、ずっと共有してきたんだなっていう。いいこと言う。ね、ほんともう、一緒にいたくない。どっちだね。なんかさ、前回、はい、実は来てもらった時に、はい、なんか、ケイタくんの背が、未だに微妙に伸び続けてるって噂を。はい、そんな噂が。そんな噂をね、聞いたんですか。だから、これから毎回測っていこうと。はい。なるほどね。ということで、今回メジャー用意いたしました。やったーあるんですよ。測ろう毎回測っていくからね、これ。測ろう、測ろう。必要ですか？必要ですよ。それさっき曲の間とかにやっといた方がいい。何言ってるんですか？今喋りながら。生な感情で。じゃあ、チェコよろしく。これね、大丈夫。5メートルまで測れますから。あ、そう。ちょっと足んなくなるかもしれない。シャキロニールとかより高くなっても大丈夫ですから。喋っていいですよ。なんかまだ大きくなってるって噂が2人から出てたもんね、なんかね。ちなみにあれですか、りょうえくんってオマリオンのライブ行ったの？行きましたよ。よかった。よかったですね。りゅうちくんも一緒に行って。うん。2人で一緒に。最高だったでしょ。ずっと、おーっつってやってましたね。もうお客さんも超ハイテンションで。そう。パフォーマンスかなりね、影響受けたっていうか。何ですか？もうできました。あ、そんなことやってました。何やってましたっけ、そういえば。てかね、ちえこちゃんが手伸ばしてもどこまでかわかんないんで、それでいいのかな ?181 ね。これ。もうちょっとあるんじゃないか？なんか、なんだろうね。しゃがんだりしてない？無理になんか今。で、次来た時に。ちっちゃく見せようとしてんだ。6センチ伸びましたみたいな。180センチ。じゃあ、これで伸びたかどうか。ね、もう次回から。なるほど。なんで、3ヶ月に1回ぐらい絶対来てください。てか、3ヶ月に1回じゃ伸びなくないですか？いや、わかんないよ、ケイタだから。ちえこちゃん。あとこれ情報あるんですけど、りゅういちくん。はい。
自家製の豚丼って何ですか？何？いや、なんかね、あんまり作った記憶ないんですけどね、ここ最近は。でも、うん、よく食べますね。自分で作って。料理とかやってんだもんね。料理はたまにありますね。え、この豚丼のポイント、まさに今お昼の時間だから、これ。あの、豚丼のポイントは、うん、豚で、炒めてください。うん、あ、間違えた。バターで炒めてください。びっくりした。豚で。バターで炒めて、サラダ油とかじゃなくて。はい、バターで豚をバラとか炒めて、醤油と砂糖とみりん系で、ちょっと和っぽく、甘めにして、ちょっと絡めて。そう。で、ご飯の上にかけて食べると、ちょっと北海道バージョンというかね、ほら、バターとか。バターの味わいある。地形はやっぱ北海道なんで、うん、っていう味でございます。普通に料理ほんとうまそうな感じするよ ね、 うん、食ったことあんの？ありますよ。豚丼は食べましたね。どうでした？どうだ？美味しかったですよ。あ、他にもじゃあいろいろ作ってるのはなんとなく知ってるかな。はい、あのご飯せんべいというものを一度作って不思議なものを作って死ぬほどまずかったです。それはまだだからそれはまだデビューしてないですから。その時はだってご飯は美味しいでしょ。なんでせんべいにしてまずいの？ご飯をせんべいにしたしたんですよ。え、だってあれですよ、おせんべいの原料はお米ですからね、うん、そうだよね。だからまずくなりようがないよね。普通考えたらなんかお米を潰して、うん、あれなんですか、砂糖を混ぜましたよね。いや砂糖を混ぜて砂糖はね、なんかほらニュアンス的にはなんかこう、うん、おばあちゃん系の味にしたいなみたいな。ポタポタ系の。で、ゆういちくんが美味しい美味しいって食べてるから、うん、そんなに美味しいんだったらと思って食べたら、うん、びっくりしました、ね、あ、それから6年の時を隔ち、はい、僕はあのかなりの腕がね、かなりもウィンズの成長とともに料理人としても成長してると。はい、もうかなり上昇です、ね。残り2人って全く料理とかも全くやらず、ほとんどしないですね。たまーにやるぐらいです。あー、まあでもそうだよね。さあちょっとメッセージ来てるんで、はい、ちょっとちえこちゃんそのやつの、はい、いきましょうか。どれいきましょうかね。2個目とかね。はい、はい、兵庫県の丸さんです。ウィンズの皆さん質問、はい、最近ちょこちょこと髪型を変えてるみたいですが、リスペクトされてるアーティストさんが現れたのでしょうか、それとも気まぐれですか？どういうことですか、佐々木さん。僕ら髪型変えたり。ゆういちくんに質問。あ、ゆういちくんだよ。そう。やっぱりちょっと変えてるもんね。そうですね、うん。なんか、そう、あるドラムの人がいて、うん、その人はめっちゃかっこよかったんですよ。やっぱリスペクトする。やっぱそうなんだ。いたんだよ。やっぱあったんだ。そう、いますよ、大体。あ、この人かっこいいなって言って、うん、結構ね、真似してます。ゆういちくんは結構影響されやすい。ありますね。じゃあね、この質問どうなの、逆にこれ聞かれたことあんまないかもしれない、こういうの。兵庫県のミルクロコップさん、はい、好きな男性のタイプを教えてください。あのねいいなって思う、男ってどんなの。好きな男性かよ。僕言っていいですか。いいでしょ。今アンソニー・キーディスっていうレッチリのボーカルの、うん、本読んでんすけど、うんうん、好きっすね。あの人かっこいいよね。かっこいいっすね。どんな人なんですか。まあ、はっきり言うと体も超ムキムキだよ。しかもバカですね。だって全裸で、あの大事な部分に靴下だけで全員で登場したりとかするんだよ、ね。そうそうそう。そういうなんか、なんであれを靴下はめたのかっていうのも全部書いてあるんですよ。あ、そんな書いてあるんだ。意味があるんだ。そう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 。あれはちゃんとあるんですよ。はぁ。すごい。経緯が。そういうのないんですか。何が来たんすか。いやー。あの人はかっこいいね。僕はもう一度言ったことを曲げない人が。あ、なるほどね。うん。貫く人。ええ。はぁ。ロイ君なんかありますか？なんだろうなぁ。なんすかね。まあ、でも、ミルコ・クロコップさんに言いたいのは、うん、まあ、僕らそっち派ではないという。ああ、そうですよね。まあ、これだけははっきりと言わせていただいて。女性にしかちょっと興味ない。そばすらそうですよね。言っちゃった。でも今年は、まあ、このアルバム出して、まあ、リミックスも出ますけど、はい、中国に行ったりとか、とにかくなんかより新しいことにチャレンジしていく年になりそうな感じですよね、なんかね。そうですね。やっぱりアルバムのタイトル、うん、ジャーニーっていう通りに、うん、まあいろんな、まあチャレンジというか、まあでも今までのことをステップアップっていうのは一番本当にやりたいなと思ってることなんで、うん、やっぱり歌とダンスを、うん、まあ幅広い場所でやっていきたいなという。うん、感じですね。はい、今日はウィンズからプレゼントもらってますけども。はい。オリジナルウィンドブレーカー。はい、じゃあ3名様に応募方法は後ほどご紹介します。はい。なんかもうあっという間にまたお時間来ちゃったんですけど、はい、次もちゃんと精測りますからね。測りましょう。最後に全国で聞いてる皆さんに一言ずつメッセージもらってもいいですか？はい。本日はどうもありがとうございました。またどこかでお会いできるのを楽しみにしております。もう閉まっちゃってこれだから。まだいるから、ケイタ君。そうだ。まあ、本当に3月7日のアルバムジャーニー、素晴らしい作品になってます。うん、ぜひ聴いてください。はい、りょうへくんも。はい、今年のウィンズもめちゃめちゃかっこよくします。間違いないです。みんなついてきてください。噛んじゃった、最後。でもね、今日も本
当にたくさんの皆さんがもう朝早くから並んでくれてありがとうございました。また来てください。今日のゲスト、ウィンズでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。